ゴーゴー NBC。 JB2 霞ヶ浦第3戦リスタイルカップ、本来10月に行われるはずだったのが悪天候により11月となった。 JB2 は2人組のペア戦、年3回行われ、今回が最終戦。同戦は去年年間優勝した中根翼選手、2年前ヒューマンアカデミー川口湖校を卒業、青木優衣の同級生である。これ大丈夫ですか？ OK です。JB2 霞ヶ浦シリーズ第3戦最終戦です。ディスタルカップただいまより開催いたします。中根ペアが選んだファーストエリアは天王崎公園付近。ここから北に向けて一日回っていく。プランは火が出てからシャローに刺してくる魚をパワーフィネスを中心に狙っていく。今回のペアの方は中山博之さん、一般のアングラーの方である。朝の気温は6度、最高気温は22度まで上がる予報。練習の時点では各選手が口を揃えて難しい時期と言っていた。参加選手の 30% ぐらいほどが釣ってくるだろうと予想されている。中根ペアはその上位に入ることができるのか。霞ヶ浦は日本で琵琶湖に続き2番目に大きい湖。たくさんの釣れるスポットがあるが、バスの動きを外してしまうと釣れない時間が続く。とはいえ一つのエリアを取っても場所が広大のため、すべて欄干するにも時間がかかる。欄干はラン&ガンの略で、次々とポイントを移動してキャストをしていくことである。霞ヶ浦ではこのランガンスタイルが主流となる。中根ペア、入りたかった場所に先手を打たれた。ここは以前マスターズでサッサ選手が釣った場所である。他の選手もまだ釣れている様子はない。いや、魚が違う。大丈夫です。なんか短くて対抗があるから、めっちゃかっけえっすねこれ。普通にかっけえっすねこいつ。中根選手が釣ったのは雷魚。しかし結構ないいサイズだ。会場にボートを進めながら打っていく。ダメだ。お疲れした。お疲れした。中根ペア、ノーフィッシュでフィニッシュ。We'll be right back.
中野ペアお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ、厳しい状況だったと思いますけども、はい、本日の、総括をお願いします。はい、まあ、去年年間取れたってことで、まあ、だいぶ今年は気合い入れてたんですけど、まあ、結果1試合も釣れずということで、まあ、最終戦ぐらいは勝とうっていう気持ちでやってたんですけど、まあ、そうですね、得意な釣りを中心にやったんですけど全然釣れなくて本当厳しい霞ヶ浦だなと改めて感じました。はい、ではペアの、中山さんも本日の感想をお願いします。はい、本日急遽ですけど、お誘いいただきましてこの大会に参加することになりました。まあ、結果は一個も魚を触ることできなかったんですけど、まあ、この貴重な体験をさせてもらって非常に満足しています。まあ、また何か機会があれば、参加できればいいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ただいまより JB2 霞ヶ浦シリーズ第3戦ディスタルカップ表彰式を行います。皆さんお疲れ様でした。なかなかちょっと厳しい霞ヶ浦と聞いていますが、まあ、それでもね何人かの方が釣ってこられていたと思います。まあ、ディスタイルとしてはですね、まあ、僕の方は活動の拠点を今アメリカに移しているんですが、ディスタイルとしてはディスタイルのルアーとしてはもう日本でねしっかりバスを釣れるアイテムをこれからも、継続して開発していきたいなと思いますので、皆さんもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。では表彰を行います。青木さんもね続き、プレゼンターをお願いしたいと思います。こちらでお願いします。第5位です。前件16番高橋純也選手小林選手ペア2匹のウェイト 1084g です。続いて第4位です。前件11番磯山光選手大塚選手ペア1964g です。続いて第3位です。ゼッケン15番町田素直選手斉藤選手ペア3匹のゲート 2020g です。続いて第2位です。ゼッケン10番関正義選手原選手ペア3匹のゲート 2158g です。JB2 霞ヶ浦シリーズ第3戦ディスタルカップ優勝ゼッケン41番加藤英二選手河野選手ペア3匹のゲート1272g です。はい、加藤ペア優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今回まあ全体的に厳しい状況だったと思いますけれども、はい、はい、個人的な感想はいかがでしょうか。もう結構練習からずっと厳しい霞ヶ浦だったんですけれども、やっぱりそのバタバタバタと釣れる時の破壊力はやっぱり健全な霞ヶ浦かなと思わせてくれるような、今日も3本揃ったのは結構パタパタパタと揃えることができたんで良かったです。はい、ペアの方今日の感想はいかがでしたでしょうか。はい、全然最初お役に立てずにネット係もできずにっていう感じだったんですけど、まあ、最後の最後に入れ替えの魚を釣ることができて何とか貢献できたんで良かったかなと思います。はい、ではお二方ともおめでとうございます。ありがとうございます。最終戦ですので年間の表彰も行いたいと思います。で第5位です。ゼッケン42番金沢貴秀選手ペアからお願いします。はい、第4位です。ゼッケン16番高橋純也選手ペア、はい、高橋選手ペアでステージにお戻りください。第3位です。ゼッケン46番加藤英二選手ペア、加藤選手ペアでステージにお願いします。そして第2位です。ゼッケン15番町田素直選手ペア、町田選手ペアでステージにお願いします。JB2 霞ヶ浦シリーズ2011年年間優勝、ゼッケン11番磯山光選手ペア、
はい、磯山ペア優勝、年間優勝おめでとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、この1年どういった1年でしたでしょうか。そうですね、ずっと3試合ともやっぱきつくて、はい、まあ、パートナーと協力してなんとか釣っていくような感じで、まあ初戦の多分5人しか釣れてなかった中でパートナーが1本釣ってくれたのが、はい、全てかなと思います。はい、はい、ではパートナーの方もこの1年振り返ってどうでしたでしょうか。初めてトーナメントという場に出たんですが、その中でプラクティスからその試合当日まで、とても楽しい思いができて、自分もまあ来年からできたらこういったトーナメントに出場してみたいなと思える1年でした。はい、ではおめでとうございました。ありがとうございます。ゴーゴー NBC。 いや、魚が違う。めっちゃかっけえっすね、これ。